しました。ダムラマイカ好スタートを切りました。連れてビリーブも好スタートを切っていますが、先行争いです。第4コーナーから直線に向かった。さあ広がってビリーブ今度は先頭か。内天使の奇跡、ビリーブ安藤克実のムチが飛ぶ。さあビリーブ先頭に変わる。2着を切りました。内食い下がっている天使の奇跡、坂を登ってくる。そしてレディブロンド大外からデュランダル、間からアドマイヤマックス。さあビリーブわずかに先頭だが、外からデュランダルが差し切ったか。ゴール内外離れました。どうでしょう、左手が高々と上がったのはデュランダル、池添健一スタートしました。アドマイヤグループも今日はいいスタートを切りました。まず先行ポジションの取り合いは内を見ながら山勝リリー、マイエサマンサが行きました。2番手には内から当選リリー。4コーナーから直線はマイエサマンサ先頭だ。マイエサマンサ先頭、あとはステリーラブが追ってくる。山勝リリー、アドマイヤグループが一番外、内をついては大隅春が突っ込んでくるが200を切りました。先頭マイエサマンサにステリーラブ、その内からは山勝リリー、外からはアドマイヤグループ。さあステリーラブ先頭か、アドマイヤグループ、マイネサマンサ、山勝リリー、2番手接戦だがステリーラブゴール。17年ぶりの牝馬三冠、ステリーラブお見事三冠です。はい、まあ春が強かったんで、もう今日は馬を信じて乗りました。本当に馬に感謝しています。まだこれからも先があるんで、ずっと応援してください。スタートしました。揃いました。綺麗なスタートを切りました。最初の3コーナーカーブへ向かいますが、内をついてまずサウスポールぐんぐん飛ばしていきました。しかし6枠2頭外をついたシルクチャンピオンが果敢に上がっていって、各馬第4コーナーカーブに入ってまいりますが、今度は外をついてザッツアプレンティ早めに動いていった。前に並んできて今度は単独先頭か。さあネオユニバースは2番手、一番下の2番手だ。ゴールまで 150m、 ザッツアプレンティ先頭、ネオユニバース2番手、外をついてリンカーンが突っ込んできた。先頭はザッツアプレンティ先頭で今降臨。2着リンカーンか。ネオユニバース敗れました。早めに動いた8番ザッツアプレンティです。ザッツアプレンティ安藤克実です。鶴丸ボーイ下げました。さあ先行争いローエングリーン、2コーナーへ向かってローエングリーンが先頭に立っていますが、押して押してゴーステリーがやはり行きます。ゴーステリー、ローエングリーン、いや譲りません。第4コーナーカーブから直線コースへ逃げるローエングリーン見てる。リードは3馬身4馬身で抱えた。ゴーステリーの方がいっぱいになった。 400m を通過した。あと3番手当選ダンディカンファーベスト、内に入ってサンライズペアを発。ようやくシンボリプリンセスが追い込んできた。シンボリプリンセスものすごい足だ。さらには大空から車に転算センターエイシックテスト。さあ先頭はシンボリプリンセスあっさりと先頭に変わった。 200m を通過した。2番手エイシックテスト、外から転算センターを追い込んでくる。あるいはカンファーベスト、そして大外からツーバルボーイ大外から追い込んでくる。しかしシンボリクリスエスだ。ゴール、シンボリクリスエスです。シンボリクリスエス、見事に秋の天皇賞2年連続制覇達成。 For all the fans, thank you very much for coming today. I'm very pleased you come every weekend and look like a special today because you see a special horse in the Symboli Crisis. And thank you very much for everybody and I hope see you next week.スタートしました。さあ先行争いです。内大隅遥ダッシュを効かせます。その外目から名将バトラーも出ていきます。山勝リリー、スマイルトモロー、東亜トレジャー先行体制を取りまして、ステリンラブはちょうど6番手中段です。ステリンラブが外をついて追い込んでくる。連れてアドマイヤグルーもぐんぐん追い込んでくる。さあ大隅遥か粘る、大隅遥か粘るが、外からアドマイヤグルーとステリンラブ、外からアドマイヤグルーとステリンラブ、わずかにアドマイヤグルーがステリンラブ食い下がっている。アドマイヤグルー、ステリンラブ全く並んで合理3歳馬の決着。さあこれはどうか、外がアドマイヤグルー、内がステリンラブ。今年は3歳の勢いが小馬の実績を抑え切りました。スタートしました。18頭いいスタートを切りました。まず先行ポジションの取り合いは外目からじわっとファインモーション、しかし内からはギャラントアロー行きました。ギャラントアロー先頭、マグナーテッド、ウィンクリューが2番手3番手、
さらにバランスオブゲーム、後方からはファインモーション、ファインモーション、一番外からディランダル突っ込んでくるが、ギャランタローが先頭だ、ギャランタロー先頭200を切りました、マグナーテン2番手、外からディランダル、さらにはファインモーション、ファインモーション、バランスオブゲーム、サイドワインが追い込んでくるが、外からディランダルとファインモーション、ディランダル、ファインモーション、ディランダル、G1 連覇だ、降臨、ディランダル、ディランダル、ウィンターズステークスに続いて差し切り勝ち。